近くで人とせくんを見るの初めて。人とせ、人とせくん、好きです。言っちゃった。でも聞こえてないのよね。そんなダメ。これ以上近づいたら私ことよりここから出ないと。ひととせくん起きて。ギャラクシカンなんだーなんだー。あ、開いたわ。開いたって言うのか。告白できたか？告白？七転びが人とせに告白したいと言うから。あ、じゃあさっきのは。ああすれば誰にも知られないし、人とせも逃げられないから。逃げられないって、あのね、あなたの気持ちは嬉しいけど、こういうのはきっかけが大切なの。きっかけ？そう、何気なく接近して、すべてはそれからよ。昔飼ってたハムスターは同じカゴに入れておけば繁殖したんだけど。ネズミと一緒にしないで。というか告白と繁殖とは意味が全然違うじゃない。そうなのか。難しいな。おはよう、七転び。早起きなんだな。眠れなかっただけよ。寝不足は良くない。誰のせいだと思ってるの。人とせのことだろ。違うのか。今日が最後なのに、いざとなるとなかなかきっかけが、はあ、ん？クーロン君、動物の餌あそこで売ってた。はい、一袋150円。はい、毎度。きっかけ、ウォンは七転びの喜ぶ顔が見たい。クーロン君、クーロン君は私の親友だわ。じゃあ行ってくるね。七転びさんとすっかり仲良しになりましたね。ムーチ、他のみんなとも仲良くしてくださいね。できればひととせさんとも。そうですか。帰りの電車。ん？私の隣に座りませんか？あ、うん。助けてくれ！何やってるよバカ！バカとバカとバカとか、大体お前が持ってきた餌をやったらこうなったんだ。はい。今度遊びに来てくださいね。ねえ、ひととせくん。もう最後の最後までこれなんだから。
でお宝が見つかったんですって。へえ、すごいニュースですね。弥生ちゃん、お宝って何なの？そう、隠し洞窟の奥に。隠し洞窟？あの、キサラギさん、どうしました？水月さんがまだ帰ってないのですが。次回ハッピーです。